糸くずや洗剤が付着するのは、糸くずフィルターが目詰まりしている、洗剤を入れすぎていることが原因です。洗濯ネットを使用する、すすぎを注水すすぎなどに設定する、総洗浄を定期的に運転することにより糸くずや洗剤の付着を抑えることができます。糸くずフィルターが目詰まりすると、洗濯物への糸くず付着の原因になります。洗濯運転のたびにお手入れをしてください。糸くずフィルターのお手入れ方法を説明します。糸くずフィルターの爪を押し下げたまま手前に倒し取り外します。カバーからネットを外します。ネットを裏返し糸くずを取り除き水洗いします。目詰まりがひどいときは歯ブラシなどで洗ってください。洗い終わったら裏返したネットを元に戻します。凸部と角穴を合わせて左右の爪にはめ込みます。糸くずフィルターを元通りに取り付けます。カバー下部の爪を入れてからカチッと音がするまでしっかりと押し込みます。しっかり取り付けないと運転中に糸くずフィルターが外れる場合があります。洗剤の付着が気になるときは次のようにしてください。洗剤は表示部の洗剤量目安表示や取扱説明書に従い入れすぎないようにしてください。糸くずや洗剤の付着が気になるコーデュロイや濃い色の洗濯物、ストッキングなどは市販の糸くず防止用洗濯ネットに入れてください。すすぎを注水すすぎなどに設定すると糸くずや洗剤の付着を抑えることができます。設定方法を洗濯の標準コースを例に説明します。蛇口を開け、洗濯物を入れ、蓋を閉めます。電源入りボタンを押し標準コースにします。すすぎボタンを繰り返し押し注水を選びます。次に洗いボタン、脱水ボタンを押します。スタートボタンを押すと運転が始まります。洗濯脱水槽に蓄積した糸くずや洗剤カスを洗い落とす総洗浄を定期的に運転することにより洗濯物への糸くずや洗剤の付着を抑えることができます。ここでは総洗浄の3時間コースの手順を説明します。2ヶ月に1度を目安に運転をしてください。なお洗濯物は入れないでください。総洗浄には日立純正の洗濯槽クリーナー SK-1 をおすすめします。洗濯槽クリーナーまたは衣類用塩素系漂白剤も使えます。最初に蛇口を開けてください。電源入りボタンを押します。カビブロックボタンを繰り返し押し総洗浄を点灯させます。総洗浄の点灯と同時に残時間表示部に3が点灯し3時間が設定されます。蓋を開け、洗濯脱水槽内に洗濯槽クリーナーを入れます。
入れる量は洗濯槽クリーナーに記載の表示に従ってください。量の記載がないものは約 500ml にしてください。蓋を閉めます。スタートボタンを押します。操船上運転がスタートします。終了はメロディーでお知らせします。